ばいやばいやばい、めっちゃかけてる。おい、かけすぎだよ、おい。フォーク曲がりそう。はい、ということで到着しました。今回の試合会場こちらになります。なんかね、お店がですね、やっぱこの、マーケットっていう中のなんかフードコートの中に、そのなんか激辛料理を置いてるお店があるらしくて、でこの建物の中にいろんなお店が入ってます。で今回のお店がその激辛チキンを販売してると。でなんか辛さレベルが選べるらしくて、一番やばいのがなんかデスみたいな、デス辛があるということで、今回ちょっとそれをお目当てに行きたいかなと思います。中入りましょう。どんな感じか。はい、これね、はい、すごい綺麗。ハンバーガーとかチキンとかあるんですけど、これで辛さレベルが選べると、バターミルク、マイルド、ミディアム、ホット、エクストラホットですみたいな。I wanna eat a very very hot food. Which very hot food? Very very. This one, bacon. Bacon? Yeah. This is very hot? Okay. This. This. Yeah, very hot. Okay. Hot, hot, yeah? Okay. Very hot. うわ、なんかやばいのかけてんな。でかくね、あれ。やばいめっちゃかけてる。おい、かけすぎだよ、おい、かけすぎだって。やばっ。ということでね、こちら来ました。こちらがね、なんかホットチキンバーガーとなんかデスチキンみたいな、はい、でこれどっちも辛さデスでございます。でおそらくこれね、キャロライナリーパーを使っていると思うんですけれども、相当やばい匂いしかしないんでね、ちょっと早速食べていきたいと思います。いただきます。さあ、フォローマウスとお手の内に拝見ですということで、さあまずはね、こちらハンバーガーからいこうかな。はい、いただきます。ちょっと口の周りがもう痛くなってきた。これちょっとこっちも行こうか。これどうやって食うの、これすごいな、これなんか海賊が食うやつみたい。うわ、超重い。フォーク曲がりそう。おお。よし、じゃあちょっとかじりつくか。これ手についたらマジで辛いんだよな、これ。
わ。あ、いた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 。ごちそうさまでした。いやー辛かった、死ぬかと思ったわ。いやもうね、口の周りがすごい激痛だし、あと 目もね、このチキン触った手で目こすっちゃったんで、目も今激痛なんですけども、いやー辛かったね。はい、それではカーサレベルの発表していきましょう。ポールマウスさんの激辛チキンカーサレベル、じゃららちゃんカーサレベル9です。過去に世界一辛い唐辛子として、ね、ギネス登録されたあのキャロライナリーパーを使用してってことあってね、もうね辛いよ、辛いってもんじゃない、痛い、申し分ない、超激辛でした。